と夏の青い空がすぐそこにあった。絶対届かないって分かっているはずなのに、僕はつま先で立って思いっきり手を伸ばした。またじっと眺め続けるなんてできやしない。この胸にあふれる君への想いがもどかしい。真っ白の入道雲が黙々と近づいて、どこかでセミたちが一斉に鳴いた。太陽が一瞬昼んだ気がした。複雑に見えるこの世界は単純な感情で動いている。最初に君と思ったのはいつだろう。大人はみんな都合を過ぎて忘れてる。
ということで、昨日よりも熱いライブにしたいんですけれど、ちょっと見ての通り雲行きが怪しくてですね、皆さんのお力で大声を出して雨雲を吹き飛ばしてほしいんですけれど、いけますか？ちょっと足りないよね、赤ね。そうですね、足りないね。はい、ここで突然ですが質問があります。私の一番嫌いな言葉を知っていますか？何？それは敗北。敗北です。私絶対に負けたくないんです。この夏どのイベントよりも欅坂のライブを一番にしたいんです。そうだそうだ。そのために皆さん、国民の皆さん、協力してくれますか？もっと大きな声出せますか？欅坂が好きですか？愛していますか？今日最高のライブにしましょう！私たちみんなテンション上げ上げですね。え、まなかどう？そうですね、私もずっと野外でライブしたくて、この開放的な感じですごい楽しいので、皆さん今日濡れても汚れても楽しんでいきましょう。さあ皆さん、欅共和国はまだまだ始まったばかりです。これからラストまでたくさん盛り上がっていきましょう。続いてはこの曲。とか言う人と
もしも恋に僕が君を連れ出したって
この大自然の中でライブができて本当にね、うん、嬉しい私たち本当に嬉しくて嬉しくて仕方がないんです。幸せです、ね、だって富士山が見えるんですよ。そう、あそこちょっとちょうど見えるかな、皆さんは見えるんですよ。ちょうど見えますか、皆さん。ちょっとね、木がね、あるんだけど、ね、見えない。こんなさ見えたかな、こんな素晴らしいロケーションないですよね。うん、気持ちいいもん、こうやって踊りながら。でも私ちょっと聞いちゃったんですけど、何こんな素敵な自然が嫌いっていうメンバーがいる。誰ねえ、斉藤京子さん。どこ京子いた。え、なんで自然嫌いな。え、なんかさ、自然行くとさ、どこに虫がいるかわからないじゃん。あ、本当に無理なの。違う、本当に無理なの。え、皆さん草むらの歩き方わかりますか。いや、わかる。草むらの中歩けないの。横歩きになっちゃうの、こうやって。横歩き。なんかさ、みんなさ、お化け屋敷さ、進めないじゃん。うん、私は、それの草むらバージョンなの。自然バージョン。進めないの。なるほどね。あーってみんな納得。私わかんないわ、うん、でもね、私、うん、ちょっといいこと今思いついた。何あの、京子にこの大自然の良さを知ってもらうために、うん、このね、山々に囲まれたこの地で、うん、ちょっと山彦に挑戦してみたい、うん、え、なるのかな、山彦、遠くない、ね、遠いよ。いや、私結構大声に自信あるから。確かに大きいね。いける気がする。やってみようよ。ちょっと行きますね、うん、頑張れ、頑張って。ひらがな最高！すごい山の方から聞こえた。めっちゃ聞こえた。帰ってこない。来た。ねえ、クミの声ってこんな声なんだね。すごい。結構低めだったね。すごい。ね、今すごい気持ちよかったから、ちょっと京子にもやってほしい。やってほしい。え、じゃあ高い声でやります。おぉ、聞いたことないぞ。高い声だって。聞いたことないよね。京子頑張れ。よし、あ、せーの、ひらがな最高。ありがとうございます。じゃあこんな大自然の中でもう一曲歌わせていただいてよろしいですか。わー、ありがとうございます。それでは聴いてください。僕たちは付き合っている。僕たちは付き合っている。と
先日、うん、アルバムが発売されて、うん、全部で40曲、新曲が16曲なんですけど、うん、皆さん買っていただきましたか？今回新たにユニット曲もね結構増えて、完熟焼きも全員ユニットに参加しているということで、皆さん好きなユニットありますか？聞きたい。何が好き？なんだ分かんない。一人あるっていうことで、みんな全部いっぱい聞いてくださいね。なんかこの間公開されましたけど、ミュージックビデオの方も月曜日のスカートを着られたの方を見ていただけましたか？ありがとう。この曲、あの MV 見てお気づきの方もいると思うんですけど、 MV のね最後のシーンにこうみんなでサイレントマジョリティの制服を着て一歩踏み出すっていうのが入ってるんですけど、設定としてあのサイレントマジョリティの一個前の、そう前の欅坂46になる前のみんなみたいな感じをイメージしてるものです。みんちゃんとかカツラ被ってたよね。カツラ被ってた。みんなカツラ被ってた。誰？カツラ被ってた。みんな被ってたよね。そう踊ってる時めっちゃ重たくて。重いんだよ。私 MV 前にそれ被って遊んでたの。そうということで、すごくねサイレントマジョリティのことも思い出せるようなアルバムのリード曲となっているので、ぜひ皆さんまだ買ってないよっていう方はぜひ、ね、今日の帰りにでも本屋さんじゃなくて CD 屋さんとか本屋さんなんで、ね、買っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。ということでね、このアルバムの曲を受けて全国ツアーも初の全国ツアーですので、皆さんぜひ来ていただけたらいいなと思います。もう来るよっていう方いますか？ありがとうございます。ね、みんなもすごい心待ちにしているので、ぜひ皆さん最高の夏の思い出を作りましょう。よろしくお願いします。ほな次行こうかな。じゃあ次はこの方の歌です。どうぞ。また会ってください、その一言が言えない、あなたに負担をかけてしまいそうな気がして、
こかで誰かを見捨てしまいたい。許すことなど受け入れられない。孤独になるのは自分らしくいられる。やっと見つけた唯一の場所さ。
¡Gracias!
しんでいただけましたか？なんか途中雲行きもちょっと怪しかったんですけど、ね、雨降らなかったね。ね、聞いて、多分ね、それミーパンのせいかもしれない。え、何？私すごい雨女なんです。いつもなんか遠足の時も絶対雨降るのミーパンの。ごめんね。でも今日晴れたね。そう、そうだね。待って私のおかげかも。えさ、どうして？え、私すっごい晴れ女なの。え、そう、そうなの？え、なんか、そう、遊園地とか雨予報の日に行ったら、うん、私がいたら晴れたり、あと、そう、なんか昨日もリハーサルで雨が降っちゃってたんですけど、うん、なんかひらがなが始まったら雨止んだんですよ。確かに、止みました。そうだね、止んだね。そう、シマのおかげだ。シマのおかげだ。ありがとう。待って、ちょっと待って。やっぱり今日晴れたのはここにいる皆さんがすっごい盛り上がってくれたから、空の雲もどっか行ったのかもしれません。皆さんのおかげです。ありがとうございます。空といえばさ、あ、いい、何何、なんかさ、こう暗く、会場が明るかったんだけど、うん、だんだん暗くなって、確かにサイリウムの色が、そう、綺麗だよ。綺麗、すごい、それも、すごい綺麗。野外ならではだよね、すごいね、綺麗、すごい綺麗。緑、ありがとう。嬉しい、一番後ろまで見えるよ。見える、見える、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかさ、パフォーマンス中もさ、こう、うん、うんやってくれてさ、うん、それがもう波みたいで、うおってってね。これでしょ、これ。あ、そうそう、これこれこれね、これ、あ、すごい、すごい、すごい、波みたいね。え、嬉しい、本当にありがとうございます。ありがとうございます、ね。そして今日で欅共和国は最終日となってしまうんですが、でも、でも8月には全国アリーナツアーがあります。やったー。そしてそれだけではありません。私たちひらがなけやきも実は全国ツアーをやっていて、9月26日に ZEP 札幌で次の公演することが決定しました。ありがとうございます。ありがとうございます。札幌だよ、札幌。嬉しいね。嬉しい。まだ札幌、北海道にはさ、その患者さんも行ったことがないから、ね、確かにすごく楽しい。プライベートとかでみんな行ったことある？あるある。ない、ない、まあ、1歳の時だけ、ね、1歳それはないかな。ね、だからなんか行ったことないメンバーもいっぱいいるからすごい楽しみだし、皆さんは行ったことありますか？絶対そう、みんなじゃん。すごい、行ったことあったんだね。行きたい、行きたい、行きたいね。味噌ラーメン食べたい。ラーメン。はい。そしてその ZEP 札幌に行けない方も、うん、あのライブビューイングでご覧になっていただけるので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。来てください。いただいた誰のことを一番愛しているを欅坂バージョンで披露させていただきました。いかがでしたか？嬉しいです。ありがとうございます。今回欅共和国に向けてあのリハーサルしたりとか、本番今日を迎えて、やっぱり欅坂大好きだなってみんなね思ったよね。やっぱりで、こうやって応援してくださる皆さんとかスタッフさんのに愛情をいただいて、支えていただいて、今日迎えることができて、今年の夏も頑張りたいなって思いました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あの、この T シャツは、あの、今日のためにね、あの特別にスタッフさんが作ってくださって、そうそうそう、新聞みたい。よく見るとメッセージ書いてあるんですけど。メンバー用なのかな？ね、そうね。そうそうそう。
これなんかメルが早着替えがあるけどみたいなのが書いてあってね、ここにいっぱいいろんなことが書いてあるんですけど、うん、その中にねるちゃんは今回も一人だけ着替えが大変です、頑張ってくださいねって書いてある、書いてある、愛を感じてすごい嬉しかった。ねるは今日やってみて野外ライブどうだった？初めての野外ライブってことですっごいなんかみんなもテンションが上がってて、なんかこう水鉄砲とか水風船とかやる機会って本当にないから、お祭りみたいで楽しいなって思いました、ね、あまりこういうライブやってこなかったから、ね、こうやって笑みんなでね笑えることができてすごく楽しかったです、私たちのモットーは県庁優しさ絆なんですけれど、皆さんとライブを重ねてたくさん絆を深めていきたいなと思っています、皆さんちょっと最後に坂組の一員となってあの曲歌っていただいてもいいですかね。一緒に踊る振り付けがあるので、あのサビで三角形作って一緒に踊りましょう。じゃあ行きます、せーの、 W 欅坂の歌。
と温かくなさって、ゆっくりお風呂に浸かってください。そして夏全国ツアーあります。皆さん一緒に、今日はあの最高の夏ライブの幕開けになったので、夏は一緒に欅坂と一緒に楽しみましょう。私たち欅坂46初の全国ツアーを行います。全国の皆さんに欅坂のパワーをお届けしたいなと思いますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。そしてここにお越しいただいている皆さんに特別にもう一曲披露させてください。それでは聴いてください。欅坂46ファーストアルバム、真っ白なものは汚したくなるから、危なっかしい計画。保証を隠すもの、この私がどんな女の子か笑う。
休みはずっと塾に通ってた。